任天堂スイッチ用ソフトポケットモンスタースカーレットバイオレットで有料 DLC ゼロの秘宝が配信決定した。2部に分かれており、前編緑の仮面が2023年秋、後編青の円盤が2023年冬以降に配信予定だ。前編緑の仮面、のどかな自然が広がる北上の里での林間学校。前編緑の仮面では毎年他校と合同開催される林間学校のメンバーに選ばれ、北上の里へと向かうことになる。北上の里は大きな山がそびえ立ち、その麓に人々が暮らしている。田んぼやリンゴ園などパルデア地方とまた違ったのどかな自然が広がっている。また北上の里ではこの時期になると村でお祭りが開催され、様々な屋台が出ていてにぎわっているようだ。主人公は新たな仲間やポケモンと出会い、北上の里に伝わる昔話を紐解いていくことになる。後編青の円盤、ポケモンバトルが盛んなブルーベリー学園に交換留学、新たなトレーナーの姿も。後編青の円盤ではアカデミーの姉妹校であるブルーベリー学園へ交換留学をしに行くことになる。長い歴史を持つアカデミーとは異なり、ブルーベリー学園は近年新設された学校で、特にポケモンバトルの教育に力を入れている。驚くべきことに学校の大部分は実は海の中に存在する。主人公は授業に参加したり、現地の学生たちと交流したり、一風変わった学校での生活を体験することとなる。ゼロの秘宝で出会える伝説のポケモンたち、オーガトン。前編緑の仮面で出会える恐ろしいお面をかぶったポケモン、テラパゴス。後編青の円盤で出会えるきらびやかなオーラをまとっているポケモン、甲羅にはポケモンのタイプマークのようなものが描かれているようだ。北上の里の英雄たち。前編緑の仮面にはイーネイヌ、マシマシラ、キチキギスというポケモンたちも登場する。過去に北上の里を守ってくれた英雄として村人に親しまれており、3匹のポケモンへの感謝の気持ちで建てられた石像がある。過去シリーズでおなじみのポケモンたち。ゼロの秘宝ではポケットモンスタースカーレットバイオレットに登場しなかった、他の地方での生息が確認されていた230種類以上のおなじみのポケモンたちとも出会うことができる。明らかとなったポケモンは以下の通り。前編緑の仮面、リーシャン、ミロカロス、クワガノン、ダーテング、ヤンヤンマ、キューコン。後編青の円盤、ゼブライカ、エルフーン、ジュゴン、マホイップ、メタグロス、ヤスパー。